山口県に大雨警報、洪水警報が発表されました。こちら山口県山口市に大雨警報並びに洪水警報が発表されました。現在の状況を見ていきましょう。こちら山口市からのリポートです。今年初の雷雨ということでいただいております。雷を伴って雨が強まっているといった状況ですね。現在山口県内には活発な雨雲が流れ込んでおります。山口県内には活発な雨雲が流れ込んでおりまして、皆様からはザーザー高レベルの雨のご報告をいただいているような状況ですね。山口県内ではこの後も雨の降り方には十分にご注意ください。詳しい情報についてはお天気アプリからも見ることができますので、ぜひご活用いただければと思います。今後の雨雲を見ていきましょう。こちらですね、山口市周辺活発な雨雲が流れ込んでおりますけれども、この後も次から次へと雨雲が流れ込み続きそうです。今後30時間先まで進めてみることもできますので、ぜひこちらもお使いください。